シェイクスピア・ズ・グローブは、テムズ川の南岸、サザークにある劇場を含む複合施設である。ウィリアム・シェイクスピアが活動していた、エリザベス朝時代の劇場であるグローブ座を再現している。初代の劇場は1599年に作られ、1613年に火事で壊れてしまった。1614年に再建されたが、二代目も1644年に取り壊された。 現在のシェイクスピアズグローブ劇場は1599年と1614年の建物に関して残っている証拠に基づいて学問的に交渉を行い過去の劇場に近づけた再建である。かつての劇場は3000人ほどのキャパシティであったのに対して新しい安全基準のため現在の復元は1400人ほどの観客しか収容できないがそれでも 実物を非常によく再現していると考えられている。役者で演出家だったサムワナメーカーが最初のグローブ座から230メートルほどのところにシェイクスピアズグローブを建造し1997年にヘンリー5世の上演でコケラ落としを行った。2014年1月には屋内劇場であるサムワナメーカー劇場も同じ場所に作られた。この劇場は ろうそくの明かりで照らされた小さな空間で、ジェームズ一世時代のロンドンの屋内劇場を模したものである。サックラースタジオは教育及びリハーサル用のスタジオ複合施設で、主要施設のすぐ近くに建っている。博物館機能を有しており、シェイクスピアの生涯と作品に関する展示や、二つの劇場の定期ツアーもある。舞台と天井年に、 アメリカの役者で演出家であるサムワナメーカーがもともと劇場があったサザークのバンクサイドの近くにシェイクスピア時代のグローブ座の忠実な復元建築を作ることを目的としてシェイクスピアグローブトラストと国際シェイクスピアグローブセンターを設立した。これに刺激されて世界中でいくつもシェイクスピアズグローブセンターが設立されるようになり、 罠メーカー自身もこうした活動に参加していた。16世紀の設計は複雑で、現在の防火基準に合わないため、グローブ座の忠実な復元は、不可能であるという批判的主張も多かった。しかしながら、罠メーカーは20年以上も自らのビジョンを貫き、歴史アドバイサーであるジョン・オレルの調査に基づき、結局新しいシェイクスピアズ・グローブが建設された。 シェイクスピアが活躍していた時代の様子に近いもの、つまり1614年の建て直し号よりは1599年の初代の建物を新劇場で再現したいというのが罠メーカーの願いだった。1599年のクローブザの大部分はシアターザーに使われていた材木で建てられており、シアターザーの建設について理解するための調査が行われた。このか。 16世紀後半に作られて、ロンドンに残っている他の建物の調査や、特に建設契約書が残っているフォーチュン座など、同時期の他の劇場との比較、初代グローブ座に関する当時の絵や記述についての研究も行われた。実際的な理由から、外の階段など1614年に建て直された、時の劇場の特徴も現在の設計に組み込まれた。設計チームは、 ペンタグラムの建築家、シオクロスビー、建築事務所のビューロハッポルドエンジニアリング、ボイデンカンパニーの建築積算士からなっていた。建造、建築調査、設計の歴史交渉は、マッカーディカンパニーが受け負った。劇場は、シェイクスピアズグローブシアターという名称で1997年に、こけらを年し,し、毎年夏に芝居を上演している。 マーク・ライランスが1995年に初代芸術監督となり、2006年にドミニク・ドロムグールが引き継いだ。2016年1月にエマ・ライスが3代目芸術監督の任期を務め始めたが、2016年10月に2018年4月で地位を知りくという決意が伝えられた。上から見た現在のグローブ座劇場はバンクサイドにあり、 中心から中心までの距離で元々あった場所から230メートルほどのところに立っている。シェイクスピアの時代のテムズ川は現在よりずっと広く、初代のグローブ座はその川岸にあったが、今では元々の場所は川から遠くなっており、元々の芝居小屋の雰囲気を再現するためにグローブ座の再建場所として川岸が選ばれた。さらに元々劇場があった場所の一部に、 イギリス指定建造物になっているジョージアン様式のタウンハウスがあり、取り壊しは不可能であった。初代グローブ座同様、現在のシェイクスピアーズグローブにも3階層分の傾斜付き客席に囲まれた大きな四角い土間に突き出している張り出し舞台がある。円形劇場のうち屋根で覆われているのは舞台部分と座席がある部分のみである。下記。 通常は5月から10月の最初の週まで芝居が上演される。当期には劇場は教育のために使用される。館内ツアーは1年中行われている。撮影され、グローブオンスクリーンのプロダクションとして映画館で上映され、DVD でリリースされる公演もある。再建にあたっては、新しい建物が可能な限り元の劇場の忠実な再現になるよう、 注意深い調査が行われた。場所と構造について最終計画が立案されている時にグローブ座の近くにあった初代ローズ座の遺構が発見されたため、これも役立った。建物自体はすべてイングランド産のヨーロッパならにより金は継ぎでできている。鉄骨が構造内に使用されていないため、この意味では神聖な16世紀の木造建築物である。上演中に クッションが借りられるが、座席は素朴なベンチであり、シェイクスピアズグローブは1666年のロンドン大会以来、ロンドンで初めてかつ唯一許可された茅葺き屋根の建物である。現代版の茅葺きは防火剤でしっかり処理されており、屋根にスプリンクラーをつけて防火対策とした。初代劇場の土間部分はいグサなどを巻いた地面であったが、 現在の土間の表面はコンクリートになっている。劇場には役者や音楽家のための広い舞台裏があり、現代的なロビー、レストラン、土産物店、ビジターセンターもついている。座席数は857席で、さらに平田土間部分で立ち見の土間客を700名収容できる。これは、シェイクスピアの時代の通常の観客数の半分ほどである。 最初の18年の間、上演は、シェイクスピアの時代のグローブ座の元々の雰囲気を再現するように設計されていた、スポットライトはなく、芝居は日中、およびフラットライトを用いて、夕方に上演された。マイク、スピーカー、アンプなどはなかった。音楽はすべてライブで演奏され、頻繁に当時の楽器を用いていた。役者と観客が互いに触れ合いやすく、 経験を共有するコミュニティらしい雰囲気が作られていた。通常、上演は1599年のグローブ座で最初に上演された時の状況を探求する実験的精神に基づいて作られていた。2016年から新しい芸術監督のエマライスが一時的な照明と音響設備を実験的に劇場に設置し始めた。グローブ座は一切 公的補助を受けておらず、1年に210万ポンドほどの歳入がある。サム・アナメーカー劇場は、グローブ座に繋がっている屋内劇場で、ジェームズ一世時代の劇場をモデルにしており、メインの屋外劇場が使えない、当期の上演はここで行われる。リード・ノット・デッドは、リーディング公演、つまり、台本を持ったパフォーマンスのシリーズであり、1995年以来、 シェイクスピアズグローブの教育プログラムの一部として上演されている。1576年から1642年、つまり、シェイクスピアの同時大臣や近い時代の人物によって書かれた芝居が選ばれる。こうしたリーディング公演は、シェイクスピアズグローブのサックラースタジオをはじめとして、全国の劇場、ホール、フェスティバル、野外などで上演されている2013年には、 ウィルダーネスフェスティバルとクラストンベリーフェスティバルでリードノットデッドのパフォーマンスがあった。2014年にはリードノットデッドがジェームズ一世紀スタイルの屋内劇場であるサム・ワナメーカー劇場で上演された。この時に選ばれた芝居はロバート・ダ・ボーンのトルコ人になったキリスト教徒であった。シェイクスピア・ズ・グローブでの上演はしばしば映画館で上演されたり DVD で リリースされる。2015年にはラップトップやモバイル機器で芝居が見られるビデオオンデマンドサービス、グローブプレイヤーが発表された。ありがとうございます。